私がアクアビーズで作った作品を紹介していきます。私が好きなキャラを6つ作ったので1つずつ紹介していくね。パパ乱入。めっちゃびっくりしたんだけど、めっちゃ怖かったんだけど今。ホラーゲームに出てきそう。なんかワクかわいい。パパやばかったんだけど。あ、ちょ、引っ張ったらやばくなった。なんかクマさん、あのクマのプーさんにちょっと似てるかもしれない。こうやると可愛くなるよね。あ、可愛い。可愛い。垂れ目で可愛い。なんかふわーっとした感じでしょ。うん。ほら。ゴブリンみたい。ゴブリンじゃない。ハチちゃんちゃみたい。ピリピリのものじゃん。じゃあ次回ね、姫ちゃん、ストッキングやります。私今これ自分でアクアビーズ作った作品紹介してるとこだった。じゃあ皆さん失礼しました。はい、こちらがね一つ目の作品です。一つ目の作品は胡蝶忍。近くで見るとこんな感じ。何も見ずにね自分で作りました。鬼滅の刃のアクアビーズも発売されてるんだけど、自分オリジナルで作りたかったから一から考えました。ちゃんと胡蝶忍に見えるかな。鬼滅の刃で2番目に好きなキャラです。丸いビーズとカクカクしているビーズは使い分けました。目の紫色のところはカクカクしたビーズ、まつげと眉毛のところもカクカクしたビーズ、口もカクカクしたビーズです。蝶の髪飾りのところもカクカクビーズ、白い部分は丸ビーズ使っています。2つ目はこちら、かのじみつりちゃんです。近くで見たらこんな感じ。これも丸いビーズとカクカクしたビーズを使い分けています。この口の部分とほくろの部分もカクカクしたビーズで、目のところもカクカクしたビーズです。このまつげもね。目はよく見たらここが黄緑色、ここは一つだけ緑色のビーズを使っています。胡蝶忍よりもみつりちゃんの方が難しかったです。3つ目はこちら、アーニャフォージャーです。スパイファミリーのキャラクターだよ。最近ね、スパイのファミリーにハマってるんだよね。近くで見たらこんな感じ。こちらも丸いビーズとカクカクしたビーズと、あとキラキラビーズを使っています。ほっぺの部分と髪飾りのところと目のところにキラキラビーズを使っているよ。アーニャは画像を見ながら作りました。でも完全にオリジナルです。4つ目の作品はこちら。こちらもアーニャフォージャーだけど、ちっちゃくなった全身バージョンを作りました。目とほっぺたと首につけているリボンとスカートの柄のところはキラキラビーズを使っています。両手を腰に当てているポーズをイメージして作りました。5つ目の作品はこちら。こちらはちいかわです。ちいかわはね、形を作るのが大変だったけど、目とか口とか作るのは簡単でした。これ実は目の部分はね、修正ペンを使ってハイライトをつけました。本当はね、こういう模様になってないんだけどね、自分で描きました。6つ目の作品はこちら。こちらはハチワレです。ちいかわとね、顔の形は似ているけど、よく見ると耳のところが違います。ハチワレは猫ちゃんなのでちゃんと尖らしてるよ。ちいかわは多分クマちゃんなので耳は丸くしています。顔のビーズと位置は全く同じです。はい、こんな感じでね、いろいろなキャラをたくさん作りました。でも本当に私が一から作ったって証明するために、今から一から作っていきたいと思います。今から作るキャラクターはドルルルルじゃん、こちらのオーケー人形です。いつもね、後ろのソファに飾っているオーケー人形、今回はこのオークン人形の顔の部分を作っていきます。それでは早速オークン人形を見ながら作っていきたいと思います。こちらはね、いつもビーズを入れているパレットになります。星形のパレットだよ。いつもね、髪の毛か顔から作ってるんだよね。今回は髪の毛から作っていこうかな。
茶色いビーズ、オウくんの髪の毛の色と全く同じだ。いいねいいね、よかった茶色いビーズあって。の顔完成しました。これでねビーズを並べた後はお水をかけたいと思います。お水をかけたらくっつくからね。はい、お水をかけたのであとは乾かすだけです。これで乾いたら完成だよ。はい、オウくんの顔乾きました。こんな感じでできたよ。このオウくん人形と似てるかな。可愛く作れてよかったです。こんな感じでね、一から自分で作っています。これからもね、アクアビーズで作った作品を紹介していくので、みんな見てね。たくさん作るよ。今回私が作った作品を真似しながら作ってみてね。今日はアクアビーズの私が作った作品をご紹介いたしました。またね、バイバーイ。わかったか？